しくお願いします。おお、すごい人だ。はい、では始めます。あ、なんか Mac の電池があんまなくて途中で切れたらごめんなさい。はい、まあ過去最大級の AB テストをしたっていう、まあこの実装を担当してたので、その話をしていきたいと思います。まあ簡単に自己紹介すると、中央に叫ぶって言います。日本人です。今メルカリで US アプリの開発をしてて、来月からサンフランシスコに引っ越すことになっていて、今わたわたしてるところです。はい、一応いろんなライブラリに首突っ込んでます。はい、US 版メルカリの変化をちょっと見ていきたいと思うんですけど、そもそも日本版のメルカリを触ったことがあるっていう人がどのぐらいいますかね。では、おお、その中で US を触ったことがあるって方は、あれ社員いるのになんかおかしいです。はい、はい、じゃあ US 版はほとんど触ったことがないってことですね。はい、US 版のアプリはこんな感じになってます。もともと2017年2月までなんですけども、まあ日本のとほぼ一緒のデザインで結構馴染みがあると思うんですけども、これがその後こんなになります。下タブになってハンバーガーメニューがなくなっちゃいます。で、その後またさらにこんなになっちゃうんですね。で、これについては明日弊社石川からまた話があるので、興味がある人はぜひ聞きに行ってみてください。で、今回はこの1個目と2個目、このこうハンバーガーがあるのと下にナビゲーションがあるのと、これまあ結構デザイン変わってるんですけど、これ AB テストで実装したので、その時の話について、話していきます。プロジェクトの前提条件なんですけども、まあ、下タブ自体は、僕一人で一応担当します。AB テストの基盤とか、このなんだろう、過去の画面の、回収とかですね。で、チームは、まあ、他に3人いたんですけども、その3人はまた別の機能の開発を同時に進めていってます。で、まあ、重要なのがスピード最優先です。これびっくりしたのが、年明けて行ったら、会社に行ったら、リリース日が決まってて、この日までできますよねみたいな感じで。はい、あと、もうコードベースはこの JP のベースにできてるんですね、 US のアプリは。だから結構長くなってて、4年3年、まあ、先ほどもオブジェクティブ C の話がありましたけど、オブジェクティブ C のパーセンテージは 70% です。で、ほとんど MVC、まあ、ところどころ MVVM が入ってきてる。で、まあ、画面数は、実はかなり多くて、数えではないんですけど、200くらい結構あるんじゃないかな、まあ、結構あるような気がします。こんな中で、スピード最優先で実装していきます。そもそもメルカリの AB テストなんですけども、まあ、独自実装のものです。サーバー側で、コントロールしていて、どのユーザーに対象にするかなどをコントロールしています。それをクライアントアプリで任意のタイミング、まあ、起動時とかですね、のタイミングで設定ファイルをダウンロードしてきて、その AB テストの設定値1234とか入っているので、まあ、AB12 だけじゃなくて何種類のパターンもテストできるようになっています。で、まあ、大体同時に平均20個ぐらいテストしていて、今のメルカリ JP のアプリだとなんと40個テストが走っています。で、まあ、設定ファイルはこんな感じになっていて、これが、まあ、まだ3つしか書いてないですけど、これが40個ずらーって並ぶ感じですね。この1とか2とか値によって、でそのユーザーに何を見せるかとかっていうのをクライアント側でこう制御していきます。メルカリでの AB テストの目的なんですけども、もちろん効果測定もあって、でその他にも例えば新機能のリリースの時に不具合があった時に、それ AB テストをもうオフにしちゃうと元に戻るってことでリスクの軽減をしたりだとか、あと負荷ですね、サーバーの負荷もそうですし、新しいオペレーションが必要な時だとかには負荷を観察するために段階リリースとして AB テストを使うことがあります。それでは AB テスト、下タブ VS ドロワーの話について入っていきます。まあ、アップデリゲートのアプリケーション、リッドフィニッシュローンチングウィズオプション、まあ、最初の呼ばれるやつですね、アップデリゲートの起動した
その中でこんな感じでウィンドウを作って、その中にドロワーでメイクビジブルみたいな感じになってるのが、まあ、これまでのところですね。以前はこんな感じになってました。それを AB テストするっていうのはどういうことかっていうと、ウィンドウは作る、イズタブバーだったらルートビューコントローラータブバー、ルートビューコントローラーがドロワーになることもあるみたいな。で、他のビューコントローラーの中でも、例えばこのビューコントローラーは、ホームへって書いてて、ボタンがポッと押したらホームに移動するで画面だったとして、その遷移がタブになると、まあ、変わったりしますよね。そのまあナビゲーションの位置が違うんで、あの位置が変わったりするわけです。そういうのもこうタブバーだったらマイページでドロワーだったらホームへみたいな、でボタンタップだったらもううわーってなっちゃうわけです。絶対やりたくないですねまあ泥臭いことは、まあ、やる必要はやっぱりあるんですけど、それぞれの画面を全部見て、まあ AB テストの今の状態によって切り替えるっていうのをどうしても必要なんですけど、こんなキャストが何個あるんだっていうのが絶対やりたくない。で、まあ、これは着手前から見えてきたことなんですけども、アップデリゲートにこう AB の、によってこう切り替える必要があるので、そのまた大きくなっちゃう、もともと大きいのにまた大きくなっちゃう、あとタブかドロワーか楽に取得できるようにしておくと、同時に3人開発しているので、他にも、その人たちにも結構楽に開発が進められるようになるのか、あと同時にビューコントローラーも現状、例えばさっきのこれみたいにこう動くみたいな、こっちか、Go to Home みたいなのが、まあ、現状呼ばれてたので、そういうビューコントローラーも楽に取得できるようにする必要がありました。ということでアップデリゲートを見直すことにしました。そもそも UI アプリケーションデリゲートのこのウィンドウってありますけど、まあこれ結構見つめていらなくねってなってでウィンドウをのサブクラスを作ることにしました。っていうのもこれ簡単にすぐに取れるようにするためです。でメインウィンドウにはこう、まあ、一応シアードになっててシングルトンになってて、こうグローバルナビゲーションタイプっていうのが ENUM で定義されてます。これで、まあ、ENUM のタブバーだったらタブバーコントローラーがアソシエイティッドバリューで取れるし、ドロワーだったらドロワーが取れる。こうしておくと、他のビューコント、まあ、アップデリゲートもこれ呼べば終わるし、他のビューコントローラーもこのスイッチ分だけでこうそれぞれ呼べば終わる。あと、まあ、画面によっては大きな変更、デザインの変更が全くも全然違う画面を表示するときには、チャイルドビューコントローラーをそれを作って、それの切り替えをすることで、AB の制御をしてました。デザインの変更ですね。ただこれ問題があって、なんとオブジェクティブ C で使えません。このアソシエイティッドバリューの、これオブジェクティブ C から使えないですね。で、まあ、先ほど言った通り、あの 70% がオブジェクティブ C なので、オブジェクティブ C からも使えるように設計する必要がありました。そこで登場するのが LS Refined for Swift です。これ Apple のドキュメントからなんですけども、 Color というオブジェクトがあって、レッドとグリーン、ブルーアルファを取ってくる、 RGBA を取ってくるっていうのを、まあ、これ普通に使おうとするとこう全然 Swift っぽくないですね。この参照を出して嫌なんで、こう NS Refined for Swift っていうのをつけると、それのメソッドにアンスコアンスコがつくようになるんですね。だから普通に見たらあんまり普通に書く分には見えなくなっちゃう。それを使ってこうエクステンションをカラーに増やしてタプルで返すようなことを、まあ、こういうことをするために NS Refined for Swift があります。これを使って、で先ほどのグローバルナビゲーションタイプをこうオブジェクティブ C で提出し直して、まあ、NS Refined for Swift と出しておきます。で、まあ、メインウィンドウのさっきの実装も、まあ、Swift からオブジェクティブ C にずらして、まあ、クラスプロダクティとかヌラビリティだとか、あと、まあ、もちろん先ほど紹介した NS Refined for Swift を使って、Swift からすごくもう
スイフティに扱えるように設計していきます。先ほどのアンスコアンスコあるので、アンスコアンスコでこう、まあ、スイフティなものが作れるわけです。あとはもうこれを使って他の画面を頑張って回収していくわけです。でそれが進んでいったところでプロデューサーが初回起動時にも AB 設定反映されてほしいなって、これ大変なことで、なぜかというと初回起動時って AB の設定がありません。だからロードを待つ必要があります。そこで、メインウィンドウのグローバルナビゲーションタイプに1個タイプを追加します。これは決まってないよっていうタイプですね。まあグローバルナビゲーションタイプを返すところもこんな、実装になります。Swift の方もこういう感じですね。 Not Determined だったら、まあ、Not Determined を追加してて返す。あとは、まあメインウィンドウを作る時の、ルートビューコントローラーに、起動時段なんでスプラッシュっぽい画面を出してフェッチ終わった時に、それをタブだとか、ドロワーだとかに変更するみたいな実装をします。次にディープリンクです。これは頭を悩ませました。まあなぜかというと、これまでのディープリンクの情報にインデックスの情報がないからです。要はどのタブを選択した状態で遷移させるかとかいう状態がないからです。まあそれはディープリンクみたいな、アブストラクトのなんか構造体にその持たせて、まあ、完全に端折りますけど、メインウィンドウのディープリンクオープンみたいなのを生やして、それぞれ、タブバーだったらタブバーのオープンディープリンク、ドローバーだったらドローバーの、まあ、こういう感じで実装を進めていきました。あ、これは QA からの話だったんですけど、チュートリアルにある画像がドローバーのままになってます。これはまあ僕も結構開発中に触って開発してたんで、これは結構びっくりして、なぜかというとコードとか文言面の修正って簡単に見つかるんですね。例えばドロワーってクレープしたらそれおかしいじゃないですか。もう多分でその条件分岐が必要なので、そういうのは直せるんですけど、チュートリアルの画像だとかはやっぱ見落としがちなんですね。こういうのは結構気をつけないと。だから全てアプリに入ってる画像を、全てもう一回開いておかしいところがないかで、特にチュートリアルはさらに AB テストで表示しないようになってたりだとかして、結構、テストはしづらい、見落としがちだったってことで、まあ、大量の GIF ですけども、まあ、付随する開発も進んでて、まあ、含んでてますけど、この大量のディフで、マージすることができました。さて、この結果にするんですけども、まあさまざまな点から解析して、まあここをちょっとぼやかして言ってるんですけど、後で気になる人はぜひ聞いてください。公の場ではあんまり言わない方がいいかなと思います。まあ当時重要視してた指標に圧倒的な差が出ました。これはで、まあ、下タブ 100% 後輩に開放になりました。その後にこの AB テストの仕組みも完全に消しました。いつまでもメンテするのが大変だったので。ただ使用上付随する回収が多すぎたんですね。いやついでだから検索画面も変えようと思うかえ、それ AB タブと一緒でいいんですかって言う、いいですみたいな。付随する回収が多すぎたんで、下タブそのものが良かったかっていうのは正直本当は曖昧で、まとめるとまあ、だから、そうですね、このタブがいいかっていうのは本当まだこの AB テストで分からなかった。はい、まとめます。最初にあった懸念点に関して、まあデリゲートが大きくなっちゃうだとか、開発がしやすいとか、まあビューコントローラーのタイプ取れるとかは、まあ、解消させる実装ができました。あと、まあ、これも必然的に全ての画面を触ったので、僕まだ入社1年だったんですけども、1年経ってなかったんですけど、かなりの理解が深まりました。あと
誰も覚えてない、ああそんな機能あったねみたいな機能が結構見つかってガンガン消しましたで、Android ではも同じ、AB テストをするっていう手だったんですけども、これもう iOS で良かったんで、で iOS が早く実装が終わったので、 Android の AB テストをしないで済みました。まあ以上になります。一応この部分が今回の開発の話ですねで、ちなみにさっき完全に新しいメルカリのアプリの話したと思いますけど、この辺ですねはい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。では質疑応答の時間に移ります。何かある方挙手をお願いいたしますお話ありがとうございます。AB テストをそれだけ大量に毎日行っているということは、 AB テストの仕組みを削除する際のベストプラクティスというか、例えばその1箇所だけ AB テストの出し分けのロジックが残ってしまっていたとか、そういうものはあると、まあ、困ると思うんですけど、そういうものを、ちゃんと全部きれいに消すことについて何か気をつけていることとかっていうのはありますか？それは AB テストの高級対応するってことですかね。そうですね、高級対応をするの A の方が良かったので、じゃあ A で行くということになった場合に、はいはい、先ほど言ったように、AB テストの、割合だとかは全部サーバーからコントロールできるようになっているので、基本的にサーバーで 100% にしてるので、基本的には、高級対応というか 100% 開放とは言ってます。でクライアントの中では、かといってクライアント側にずっと AB の、 そのスイッチを残しておくの大変じゃないですか。そういうのはある程度まとまったタイミングで、高級対応をするしたいっていうことも僕らから伝えて、例えば近いところをまた修正しないといけないときに、この AB テストが邪魔だって言ったら、組織としてそういうのはちゃんと消すように、消せるんだったら消せるように、消すようにっていうのは毎回してます。だから邪魔になった段階で消すっていうのが正直なところですね。その条件分岐が。なるほど。じゃあ、その条件分岐自体を、なんというのかな、この AB テストの施策の条件分岐を 100% 消しましたということを保証するテストとか機械的な仕組みみたいなものはあんまりない。100% 消しました。さっき、ちょっとちらっと見てたんですけど、AB テストのキーっていうのが、enum で書かれてるんですね。だからそのバリアントっていうんですけど、その対象ユーザーの現在の値 AB のどれなのかっていう値を取るには、そのバリアントのキーが必要なので、そのキーを消せば基本的に全部、コンパイルエラーになる。まあキー消したらバリュー取れなくなっちゃうんで、その分全部消せるようになってますね。で答えになってますか？はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あと一つぐらいもしあれば。お話ありがとうございます。AB テストを Android ではなくて iOS からされた理由があれば教えていただきたいんですけども。そうですね、基本的に AB テストは全て iOS、Android 同時に、実装はしてて、同時にリリースっていうのが基本的なところですね。で今回に関しては、まあ、iOS もこうなかなか大変な作業だったんですけど、Android も同様に大変で、その開発のスピードに差があって、まあ Android の方が大変だったとかいうのもあると思うんですけども、リリースの時期が全然 iOS の方が早くなっちゃったんですね、この場合で。なんか Android の AB の実装してるうちに、なんだろう、 iOS で結果が出ちゃったから Android はやめちゃうみたいな、 AB をやらないみたいな結論になったのがっていう経緯ですね。Android も着手を始めたけど、まあ、リリースまでいかなかった。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。時間の方が来ましたので、もし聞きたいことがある方は後ほどスクダスピーカーとか懇親会でぜひお聞きしてください。ありがとうございました。